世界はどこでもそういうビジネスを行ってるんですよ。勝負できないんですよ、海外。そういうすごい不安があるんですよ、そういう J リーグのビジネス。よしかチャンネル。じゃあ続いての話題なんだけど、はいはい、日本のサッカーについて、まあ、ブラジルからこう見ててね、うん、もっとこういう風にしていけばワールドカップ、今年はワールドカップイヤーだけど、うん、カタールでね、うん、この16の壁を破れてないの、ここを破っていくためには何が必要だと思いますか？はい、もちろん J リーグのレベルを上げるっていうのは間違いなくです、うん、J リーグのレベルアップを上げるためにチーム一人一人のレベルアップを上げないといけない、うん、ビジネスをどれだけ強くしていかないといけないというのはすごい大事なことです、うん、もっと施設が良くなる、もっと選手の争いが激しくする、お金がもっと必要、うん、そういうビジネスを広がないとこれ厳しいと思います。スポーツビジネス、サッカービジネス、はいはい、環境も良くしたり、そうなんですよ、まあ、環境は僕は素晴らしいと思うんですよ、うん、サポーターも素晴らしいし、うん、グラウンドもいいし、うん、スタジアムもね、ただ、うん、やっぱりそのビジネスは、うん、はい、例えばどういうビジネス？すごいいい選手がエスパルスに出ました、はい、活躍してます、はい、一番いい時期に海外に行きます、はい、うんうん、エスパルスに残すものは何でしょう？お金だよね普通はね、うん、いやいや、お金じゃないっていう人もいるんですよ。ああ、そうなの？はい、おかしいよねそれ。いや、お金です、うん、そうじゃないといい選手取れないし、うん、僕は最近結構レイトするのはセレッソをレイトするんですよ、うんうん、最近10年間すごい選手出てますよ。出てるね、たくさん出てる。あそこは香川、うん、清武、乾、うん、柿谷、うん、いろんなこう選手が出てるんですよ、うん、しかも海外のビッグクラブに。そうね、それだけ選手が育って海外に送ってったら、うん、もうすごいチームにならないといけなかったんですよ。そうだね。じゃあブラジルにじゃあちょっと移動します、うん、そうするとブラジル人選手を海外に移籍したときにものすごい要求するんですよ、お金を、うんうん、例えばじゃあビニシウス・ジュニアレアル・マドリードに移籍しました、うん、もう何十億もチームに置く、うん、やっぱりビニシウス・ジュニアを育つっていうのは毎年育つことができないんですよ、うん、例えば10年、20年、50年に1回かもしれないんですよ、うん、そうね。でもその選手育った、うん、海外に行かせます、うん、でもその恩返しとしてクラブにいいお金を残して、うん、そのクラブでまた強くなるような施設、うん、選手、うん、スタッフ、うん、監督、もう本当にそういうのまたこうそのお金で整えてさらにまた J リーグでトップで戦えるようなことじゃないといけないと思うんですよね、うんうん、そここそやっぱビジネスじゃないのかなと思うんですよね、うん、世界はどこでもそういうビジネスを行ってるんですよ。そうね、うん、J リーグはそのままなんですよ。そうね、勝負できないんですよ海外と、うん、ここでやっぱり大事なのは、うん、いい選手はここに残らないんですよ。そうなったら、うんうん、そうね、海外に行きたいと、海外に行きたいと、うん、もういい選手は日本にじゃあ行きますってなります？ならないね。うん、それです。うん、なるほどね。そういうところがやっぱりすぐできることじゃないと思うんですよ、うん、まあ、文化もそうやってね、日本人優しい、じゃあここで育った選手はもう送らせたい、もう本当に海外のチームに行かせたいっていうのはそういう気持ちも分かります。本当にいい選手を手放す時にはまたそのいい選手を取らないと、うん、チームがもうガンとなるので、うん、またそのいい選手を取るとしたらお金が必要ですよね、うん、チームでビジネスを広げてまた大きくしてまた大きくなるっていうのは大事なことなので、そういうすごい不安があるんですよ、うん、そういう J リーグのビジネス、例えばお金は入ると思うんですよ。最近はダゾンとかいろいろこう来たじゃないですか、うん、そしたらなんかダゾンちょっとずつこう減ってますよね、お金が、うん、そうね、逆じゃないですか。そうだよね普通、うん、普通はじゃあもうね例えば20億、うん、もう J リーグの全クラブにあげますって なると、うん、いやもうすごいいいリーグよかった、じゃあ次の年25億、うん、
じゃ逆に減ってるじゃないですか。例えば J リーグを海外で移すとか、うん、ブラジルで見れないんですよ、はい、J リーグ見たくてもね。それびっくりしたよ。あの 2,3 年前だったのかな、うん、ダゾンがブラジルに、ダゾンも来たんですよ、うん、あダゾンだったらほら J リーグでも見れるわって契約したんですよ、うんうん、そしたらハイライトしか見れないんですよ。ハイライトだけ、はい、だけなんですよ。カミングスーンって、うんうん、やっぱ J リーグ始まった時にあ見れるんだって思ったら、うん、ワクワクしてたら見れなかったです。サザンは日本国内でしか見れない。あ女多分契約してて海外で見れないらしいんですよ。なるほどね。すごい悔しくて、見たかったし、世界にねそうやっていろんなところで映らないと、まあ、日本のサッカーあ強いんだねって言えないんですよ。そうだね、わからないしニュースにもならないし、あ少ないんですよね情報が。なるほど。だからやっぱり世界の J リーグになりたければ、うん、いろんなところで J リーグを見せる大事性があります、ね。まあプレミアとかね、まあ、はい、セリアもそうだし、もうリーグどこでも見れるもんね。もう世界で見れます。そういうことだよね。そうなんですよ。とりあえずアジアでは J リーグっていう、うん、見たい国がいっぱいあると思うんですよ、うん、そっから始めればいいんじゃないのかなと思うし、うん、まあ少しずつ、はい、タイとかさ、まあいくつかの ASEAN 諸国のところではやり始めてるっていうのは聞いてるけど、うんうんうん、でもそれをアレックスはもっとしっかりと、もっとですよ、はい、やっぱりプロモーションして日本のサッカーはアジアに結構人気あると思うんですよ、うん、そうね。そういうところでやっぱり そっちでも映るとか、うん、映すとかね、うん、にした方がJリーグにとってはいいんじゃないのかなと思うし。なるほど、まあ、そういうところからのいい選手がいや俺も J リーグ行きたいってなるんじゃないですかね。なるほどね、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。